つのうきいこと小手川幸也です。FX 初心者さん、スワップポイント投資初心者さんに向けてお送りする動画シリーズで、今回は南アフリカランド園のリメイク版です。 で、注意点として書いてますけども、スワップポイント、為替レートっていうのは動画投稿時点のものです。もし、数ヶ月後にこの動画をご覧いただいた場合は、特にですね、スワップポイントの方を比較ページの方でご確認ください。動画概要欄に URL 貼っております。あと、動画概要欄に、追記って書いてあると状況が変わっている可能性があります。 はい、えー。ということでですね、えー、南アフリカランド園は前回動画を公開してからさらに一段安となりました。理由は例の、えー、コロちゃんです。はい。で、えー、今回は5円、為替レートが5円、5.5円、6円の場合の例です。で、前回ですね。 スワップポイント160円という前提だったんですけども直近大きく下がっているので100円という前提でやっていきますただスワップポイントっていうのはこれから先上がる可能性もあるんですよで、もしも110円になっている場合は今回 100, 100円前提なので1.1倍90円になっている場合は0.9倍してもらうとわかりやすいかなと思いますはい、その時のスワップポイントですねご覧いただいた時のスワップポイント で、えー、南アフレランド園、私、えー、結構好きな理由はですね、まず歴史が長いんですよ。はい、えー、メキシコペス園とかに比べると、もう長い間、FX である通貨ペアです。まあ、あの、急落っていうのはあるんですけども、まあ、それでも、えー、ずっとある通貨ペアです。 で、えー、まあ私が、えー、やる場合の考え方を公開します。で、例を推奨しているわけではないので、えー、どういったリスクリターンを取るかっていうのはご自身の判断でお願いいたします。ただまあ、本当に実際今私、南アフリカランド円スワップ投資やってるんでね。はい。で、えー、まあこれ初心者さん向けなんでいつもお伝えしてますけども、10万通貨分の買いポジションを持っていて、為替レートが1円上がると、10万円の含み益あるいは利益。 えー、10万円分の買いポジションを持っていて、為替レートが1円下がると、10万円の含み損、あるいは確定損失になっちゃいます。なのでですね、えー、FX 業者さんのホームページに、いくらで始められますよって書いてあっても、それよりも、えー、この為替レートが下がった時のことを考えて、多めの資金を入れておかないといけないですよと。で、えー、1個付け足しますと、安値で買えたら為替差益も狙えるという意味です。これは。 はい。安いところで買って、1円上がったところで売ると、10万通貨、ね。だったら、えー、10万円分の確定利益も狙えるということです。で、えー、まずチャートをご覧いただきたいと思います。えー、撮影しているのが2020年の4月の、えー、もう終わりなんですけども、 え今月、史、え、上、ー、最安値更新しました5.6円台ぐらいです。はい。で、えー、まあ、直近また下がってきてたんですけども、この後上がっていくのかどうかというところでですね、月足チャートの方もご覧いただきたいと思います。はい。まあ、高いところで見ると10円とか超えてた時期もあったんですけども、そっから見ると、えー、すごく下がってるから怖いなと思うでしょ思うでしょでもね、 この辺り見ると、えー、6円台から、えー、まあ、7円台、8円台とか戻している場面もあるんですよ。何が言いたいかっていうと、南アフリカランド園は結構値動きがあります。なので、えー、まあ、安いところで買って高いところで売るっていうのが、メキシコペソ園よりも狙いやすいかなと。メキシコペソ園は、えー、今や値ね県にあってですね、まあ、これから先どうなるかわかりませんけども、 安値県で止まって揉み合いっていうことになる可能性もあるんですよ。まあ、ランド園がどうなるかっていうのはわかりませんけどね。で、えー、南アフリカランドっていうのは、ファンダメンタルズ、経済があまりよろしくないです。経済があまりよろしくないところに、例のコロちゃんの県が来た割には下げ止まってるなと。そう言っても、ここの安値から見ると、めちゃめちゃ下げてはないなっていうところが、 まあ一つポイントかなと思います。で、えー、ここですね。えー、今まあ5.6円台なんですけども、まあ3円割れぐらいまで下落しても耐えれるような買い方はしておきたいかなっていうところです。はい。で、次から例なんですけども、資金30万円で10万通貨持った場合のスワップポイントの革残用を算出していきます。で、えー、先週金曜日調査した結果だと、iNet 証券さんが110円だったんですけども、FX プライムバ by GMO さんが100円でした。 これが続いたと仮定して計算していきたいと思います。はい。えー、まず、為替レート5円の時ですね。今よりも安い5円の時にもしも買えた場合、必要証拠金の目安は2万円、レバレッジこれぐらい。で、レバレッジっていうのは、まあ多くのブロガーさんとかが2倍以下ぐらいにしてると安心ですねと言ってます。はい。で、もう私もそう思います。で、これ1倍未満だと強制決済の可能性が理論上はなくなります。はい。 で、えー、まあこれ1年間だと、えー、もうこれ計算すごく簡単なんですけども、これが年利で、えー、だいたい12.1%強の計算です。12.1%あったらなかなかいいかなと思うんですけどね。で、5円の時に変えた場合、ロスカットラインが2.08円ということで、さっきの3円同行よりもかなり下なんで、まあリスクリターン考えると、うん、結構いいかなっていうところですよね。まあ5円に変えたら。 はい。で、次が、為替レートが5.5円に上がっていた時のことも、え、出しておきたいと思います。はい。為替レートが上がると、必要証拠金が上がるので、レバレッジも高くなります。はい。ただ、心あたりは同じでですね、え、ここの為替レートが0.5円上がった分、強制ロスカットラインも引き上がります。上に上がります。 ということはやっぱ安いところで買えた方が、えー、いいっていうことなんですよね。はい。まあ、どこがそこかっていうのは読むのは難しいんで、えー、なかなかあれですけども。はい。で、2.6円っていうのはさっきの3円割れても大丈夫なようにっていうところはクリアしています。で、これからさっき買わせレートがまたさらに上がって、6円になった場合、6円の時に、えー、30万円で10万通貨買うとですね、えー、レバレ値が、えー、約2倍になります。はい。ね。あの、さっき言った LINE に来ました。 で、ここは同じで、えー、ロスカットラインが引き上がって3.12円ということで、さっきの3円割れに耐えられるようにはしたいというところには、ちょっと、えー、まあ厳しくなっちゃいます。これ6円の時に始めたらなんで、まあ今のカーセレートだとっていうところも考えてみてください。で、もうちょっとリスク取ってもいいから、リターン欲しいよという方は、えー、12万通貨にした場合。はい。前提条件は同様です。で、えー、まあ 数量が増えると必要証拠金が、えー、多く必要になるのでレバレッジ高くなります。為わせると5円の時でももう2倍になってます。はい、ただ数量が上がっているので、えー、このスワップポイントの期待値というのは上がります。年利14.6%。これはなかなかいいですよね。株、まあ、株なんかのの、えー、個別株の配当利回り、えー 5%とか7%とかのものありますけども、それよりもずっと高くて、あ,あと、為替差益も、ま、もしも取れたらラッキーというとこ考えると魅力あるかなと思います。で、ロスカットラインは、5円の時に変えたら、2.6円なので、一応さっきこのあたりを押さえておきたいなっていうところは、抑えられてます。次、5.5円。ま、直近、この動画投稿時点だとここに近いんですけども、必要証拠金上がってレバレッジも2.2倍。さっき言った2倍を超えてしまいます。 はい。ここは同じで、えー、強制ロスカットラインは、えー、3円より上になっているので、まあちょっと急落があると心配だなっていうところですね。まあ急落がなければいいんですけど。はい。で、さらに為替レート6円に上がっていた場合、もちろんここはまた上がって、ここは同じで、えー、強制ロスカットラインの目安がもっと上がります。ということで、まあ、安い時に買えたらやっぱりラッキーなんですよね。で、一応もう一個、もう一個だけ、えー、8万通貨。 めちゃめちゃ保守的に行きたいよっていう場合、8万通貨も1個だけ出します。はい。レバレッジなんと1.3倍。これで、えー、年利期待値9.7%ぐらい。で、ロスカットライン1.3円。そんな下がることはあるんかってわからないですけども、っていうぐらい、まあ、保守的にしたい場合は、えー、こういうのもありますっていうことですね。はい。 で、チャートの方をも一回、えー、ご覧いただきたいと思います。まあ、えー、コロちゃん同行で下がってきたのが、えー、この、えー、この二月分ぐらいなんで、まあ、ここらがですね、えー、そのコロちゃんの件が、えー、解決して同行になって、えー、戻るかどうかっていうところですね。はい。で、最後になんですけども、市場最安値を更新しないとは限りません。まあ、市場最安値ね、えー、今月更新したところなんで、また、えー、どうなるかはわかりません。 で、えー、まあ10万通貨、12万通貨とかって例出しましたけども、まあ安値で買えたかどうかですよね。えー、これから買わせると上がっていったら、まあ30万円で12万通貨はちょっと重たいかなと、ポジション的に。私が、えー、30万円ごとに10万通貨買ってるんで。で、50万通貨だったんでね。で、えー、あと余力もあるとなおいいかなと。危ない時に助けるかどうかっていうところですね。 余力っていうのは別の資金。はい。で、動画欄に昨日、えー、公開しましたメキシコペソ円ン版を、えー、シストレサイトで、えー、文字リライトしたものを貼ってお,おきます。はい。あと、ループイフダンも30万円の例出してるんですけども、まあ、どっちが魅力的かなっていうとこちょっと、えー、比較してみてください。で、えー、スワーポイントは今回は100円前提で、メキシコペソ円ンに関しては正直下がるかもしれないなと思ってる。下がるか横ばいかなと思ってるんですけども、まあ、それは 利下げするかどうかです。南アフリカが。ちょっと上がりそうな気するんですよね。まあ今、コロちゃん同行で、えあ、ー、インターバンクっていうところに FX 会社が注文流してるんですけども、インターバンクがースワップ出してくれてないみたいなんですよ。そこがちょっと落ち着けば、120円とか、100、まあすでにアイネット証券さん110円なんで、また、えー、上がってくる可能性もありますけども、下がる可能性もあります。もしも南アフリカランドが利下げしていった場合。 はい。で、えー、いつも言いますけども、えー、スワップ投資では、通貨ペアとか目的ごとに口座を分けた方がいいですよと。巻き込まれ強制ロスカットを防ぐっていう意味合いもありますし、えー、他の通貨ペアがガンガン下がっていって、もう仕方なく、えー、損切りしたとかっていうことになるんでね。例えば、5ドル円と一緒の口座でやってた場合。はい。で、えー、この動画概要欄には、えー、もろもろ、えー、貼っておきます。特に、まあ、あの、 ツアーポイント比較は、この動画を何ヶ月後にご覧いただいた場合、えー、この前提の100円より多いのか少ないのか、多くなっていれば期待値高くなるんで、はい。 で、えー、まあ一応ここまでで、この後はタイアップキャンペーンの告知なので、す、え、で、ー、に講座を持っている方はもうここで動画を閉じてもらって大丈夫です。はい。ということで、えー、今回の前提条件としてお話ししました、FX プライムバイ GMO さんとのタイアップキャンペーンで私のブログサイト経由で新規講座解説条件を満たしていただきますと、キャッシュバック3000円が上乗せになります。はい。えー、まあまあ、直近はここが高いんでね。で、ライト f x さんも、 多分これからもうちょっと上がってくるかなと思います。あの、やっぱコロちゃんで一気にどこもあの、混乱状態になったというか本当にあの、急激に下がっちゃったんですよ。で、ちょっと前だと JUX さんも150円だったかなが続いてたんで、ここもまた戻ってきそうな気はします。はい。で、タイアップキャンペーンは、えー、お申し込みの直前に、えー、バナー、タイアップバナーをクリックして、えー、お申し込み。 ください。ということで、えー、最後までご覧いただきありがとうございました。動画概要欄にいろいろと貼っておきたいと思います。